天下の好き手です。その隣に潤い感がありますね。ちょっと雨が降ってきました。心配ですね。はい、潤い感です。がっつり整っていこうと思います。ちょうど入っている間が夕立でした。出る頃には止んでよかったです。ではこれから、駅前の味噌ラーメン食べに行きます。長野マラソンのラストです。最上山展望台です。ヤマップに乗ってた登山道だとやぶこぎになるので戻ってきました。自分の身長よりもねはるかに高い草がボーボー生えてまして、車で通れる道へ回り込んで入っていこうと思います。縫い目から浸水してきてます。こっち側もそうですね。ここもだから縫い目自体がもう浸水してくるようになってるんですね。はい、おはようございます。時刻は3時過ぎたところです。いろいろありましたが粘りに粘ったんですけど、ちょっとね雨の浸水度がだいぶ来ちゃっててシュラフ使っておりません。プロビビーの中にマットを入れてそこまでね寒く感じませんでした。ではこれから片付けて八代駅まで歩きたいと思います。左右に道がありますが右行ってみようと思います。倒木があります。道を塞いでるのかそれともただ倒れてるだけなのか。向こう側は普通に道が見えますけどね。どうしよっかな。進んでみようか。でもすごいな粒が。こんなことあるかな。山頂です。694メートル。最後ちょっと急登でしたね。
出てきました。兄弟山6キロですね。とりあえずそこまでは行こうと思います。着きました。定石だそうです。確かに高いですね。雨で濡れた藪の中を歩いてくるとやっぱり濡れちゃいますね。サマーパンツということでレインパンツの代わりにはならないですね、あとはどれぐらい早く乾いてくれるかですね。ではようやく到着ですね。結構長かったな。ここは夏に来たことがないので分からなかったのですが、鬱蒼としてますね。ここはゴリガミネの下山ルートになるんですけど、はい、笹平登山口です。いや、だいぶウェットですね。かなり気を使って降りてきました。上の方は晴れてるんですけど、下の方はかなりガスってて、ゴリガミネに行っても見込めなそうなので、ロード歩いて降りてみようと思います。これが多分榊へぐにゃぐにゃした道でつながってると思うんですよね。ようやく見えてきました、榊町。長かったな。あそこに線路があるので駅はあの辺ですね。はい、ようやく民家まで降りてきました。あともうちょっと。はい、榊到着。